お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのジャイスキルをね、紹介したいなと思います。というわけで、今までね、コウモリだったんですけど、そこがね、スケルトンドラゴンに変わりましたということで、こちらがですね、なんと、このね、ちょっとサイトを見てほしいんですけど、これね、僕が勝率ナンパとかいつも言ってるやつのロイヤルアッピーってね、サイトで全部わかるんですけども、このデッキですね、なんと勝率が 81.29% で、ございます。というわけで、言ったら、100回使えば81回勝てます、このデッキは。本当に、グランドチャレンジだけで集計されてるんでね、またマルチとかでは変わってくるかもしれないんですけど、言ったら今、一番ね、勝率とか、今使えば一番勝てるデッキが、これね、というわけなので、使っていこうかなと思います。マジ、コウモリが、スケトラに変わって、何が大きく変わるんだろうって感じですけど、マスケットがね、このデッキに入ってるので、マスケとスケトラの敗北活をしつつ、みたいな感じですよね、多分。はい。ってなわけで、やっていくんですけども、昨日はゴレスケラからの今日はジャイスケラと、最近ちょっとスケラがね、こう来てますね。これはもう許容でいいんじゃない？クエイクロイフちょっと久しぶりに見ましたね。最近ファイエボだったりだとか、クエイクじゃない、ロイホグがね、よくあったんですけども。さあ、てなわけで、これは、ミニペつけて、スケラ打つだけゲーミング説はあるっすよね、これだって。ああ、やべえ、ババがいんのか。ババがいいんだ。ジャイ頑張れ。ジャイ頑張れ。やらめ。当たれ。当たれよ。オッケー。いや、いいよ。しかも、なんならミニペがでもスケルトンがいっぱい入る。いや、これだけで勝てそう。しかも、これはミニペがはい、よし。ですが、こんだけダメージ与えたらでかいですね。しかも、相手、ロイホグクエイクなので、僕らマスケとスケトラのね、処理がなかなかきついよと、いうのがわかりますと。言ったところで、次の、ロイホグをスケルトン部隊で守ると、またクエイク打たれちゃうんで、次はね、スケトラでね、守って、クエイク来たら美味しいっていう感じで、いきましょう。で、ここは全部一回待っていいですね。ジャイプラスマスケの形作っても、後ろにね、ババとかだけでも抑えられますし、一回待って、ここでコスト使わせといて、さらにケツジャイね。ここのね、ケツジャイ大事ですね。ここで形組んで、もうジャイミニペスケラ打つだけで勝てます。スケラーっていうか、ジャイスケラは、結構ケツから組むのがすごい大事になってきますね。端前ジャイスケラもすごい強いですけども、ケツから組んでの、ジャイの後ろに1体2体つきつつの、このスケルトンラッシュもね、結構優秀ですね。さあ、というわけで、相手にね、結構いい感じの防衛されてますけども、さあスケルトン読み嫌なので外していきましたね。ですが、完璧にっていうか、めちゃくちゃ入りますね。で、これもう雪玉一応打って、クエイク打ちますが、僕はね、クエイクが刺さると分かっているので、使わないという感じですね、スケルトン部隊は。で、ここでクエイク使ったので、攻めのね、この、スケルトン部隊って今結構使われてるんですね。ゴレだったり、このジャイスケラーとかもですけど、なんですかね、ザップで処理されるんですけども、この、なんでしょうね、スケルトン部隊って。3コスで言ったら本当にザップでもウッドでも処理されるのに、今や使用率がめちゃくちゃ高いというカードでございます。これ多分守れないですね。多分クエイク打ってくれそうなので、一回ここは待ってからの、ジャイスケラ行きたいですが、ジャイスケラのコストもないので、ジャイスケラ読みバーバリアン来ましたが、逆に J が止まんなくて、勝ちと。みたいなところで、いいですね。スケドラがいることによって、防衛がちょっと強くなりますし、なんていうんですかね、防衛力が上がる。攻めの火力も上がると思いますし、そんな感じかな。高回転のハイボとかには、若干ね、苦しくなるんじゃないかなと、思いますが、さすが勝率 81% ですね。これはね、今まで勝率何パーとか結構出したことがあるんですけど、80% を超えたことって結構ないんですよね。1回か2回はあると思うんですけど、本当に今までの歴代で、本当1、2回ぐらいだと思うんですよね。本当に。で、しかも 80% じゃなく 81% ですからね。このね、1% が結構本当に過去トップレベルのね、数値をね、出してる気がしますね。クララはやっぱ数値大事ですからね。こう、勝率高いのであったりだとか、人気カードであったりとか、その使われるっていうことは、それだけね、強いっていう、もう証拠にもね、なりますからね、すごいおすすめでございます。久しぶりにマッチング時間が長いので、だるいですね。扇風機をつけていつも過ごしてるんですけど、エアコンもつけてね。扇風機切らないと扇風機の音が入ることに、ちょっと前の動画でね、コメントしてくださった方がいて、気をつけてね。扇風機消してるんですけども、扇風機切ると暑くて、ドフォンが取るレベルの話になんないっていうね、ところがね、あります。やばい、マッチが長い。なので、ちょっとゆっくりね、待っていこうかなと。あ、来たー！さあ、よろしく。で、まあ、そうっすね。待ちますか。待ってから行きます。まあ、行き玉ぐらいならね、うわー、来たよ、マジで。俺が大嫌いなやつですね、これ。マジで、まあ、ゴレならいいんですけど、ゴレダクネは僕マジ世界一嫌いなんですよ。だって、ゴレダクネだけで倒れるんですよ、これだけで。いや、マジでね、せこいと思いますわ、僕は。これもJ 捨てますね。一回 J 捨てて、待って、なんで、お前どこ行ってんの、お前。一回 J 捨てて、あ、オッケー。そうね、スケドラがゴレの爆破に巻き込まれないように、やべえ。さあ、穴埋めで。はい、しのぐ。やばくない？これでだって、なんで俺がダメージ取られないといけないのっていうのを、本当に訴えたいですね。さあ、ゴレだくね。ベビー5でしたね。で、これまた、この左サイドを攻めたいですね、でも。攻めたいけど、一時交換しちゃいたいけど、なんか、ラッキー？これ、柳雨とか来んのかな？来ない。あ、ザップ？うわ、なんでだよ。これ J つけたいが、多分このミニペッカに1枚割かないと、一発入るんですよ、これに。さあ、何を割く？やばい。待って、何を割くのレベルじゃない。これでベビドラ来んな。オッケー。溶かせ。しかも5だったな。オッケー。よし。いや、これはいい。で、ここで別にスケラ打つと、上5だけで抑えられた時にちょっと困る。いやー、打ってよかった。いや、ここで防衛コスト使ってくれる。よし、使ってくれたら、これはもう無視ですね。で、ここで、J スケラからの、雪玉打って、タワー降りたい。うわ、マジかよ。君かよ。いや、いいんじゃね？なんならいい。なんなら J パンで降りる。J パンで降りますね、これ。さあ、いいぞ。からの、防衛ですね。一回防衛。あれ、柳網雪玉で全部飛ぶんで、一応ね。一応、矢雪で全部飛ぶ。全部ではないけど、飛ぶ。さあ、5打ったので、スケドラもね、出して防衛して、いや、あるぞ。しかも、なんなら相手うわ、めっちゃいいザップ。やべ、待って、いて。右サイド単体プリンスが来そう。428、5ザップでしょ。いやー、これ守れねえな。キング行ったら折れるかな。いや、スケルトン部隊いたな。ここ一回、軽く守りつつ、いや、普通に防衛しますか、一旦。一旦普通に防衛して、多分5ザップ打たれて、守れはしないけども、みたいなね、感じで、ちょっとね、ええ感じにね、よし。さあ、両サイド自然なカウンターを作りつつ、スケルトン部隊はいねえな。俺が持ってるだけか、これ。なんか相手スケルトン部隊いたよなー、みたいな感じ思ってたんですけど。からの5使った、スケドラ切るでしょ？いや、真ん中 J スケラして、これ。真ん中 J スケラもしたらほぼ勝ちっすよ、こんなん。いや、今来るんかい。やばい。なんで。やばい。5来る。危ない。ほんとにやめて。マジで5ラインだけは負けたくない。しかもこういう、ね。やばい、耐えるよ。オッケー。J スケラ。J スケラ網ですね、これ。ジャイスケラ来ないと思ってるだろう。攻め。うわー、やべえ。ちょっと待って。これ絶対来るってなると、これ来ました。僕勝ちます。5例被ります。5例被って、でも、俺の攻めが強い。俺の方が強い。お願い、マジでお願い。本当にお願い。起きた、危ねえ。グッドゲーム、まさかありがとう。今、なんですけど。危な。やば。もう僕、これに負けたらマジで、ただ、萎えるとこですよ。これはね、本当に、マジで。いや、そうなんすよね。マジで嫌なんですよ。落寧がね、本当に苦手なんですよね。まあ、防衛が苦手っていうのもありますけど、パワーが強いですよね。本当にゴレプラス落寧のなんなんですかね、バキるじゃないですか、急に。落寧単体だったら全然大したことないのに、ゴレプラス落寧になった瞬間になんかね、数値3倍、4倍みたいな。マジで、ね、許せないですね。いやー、これに勝てたのはでかいですね。汗かいた、マジで汗かいた。今のはやばい。しかも、あとシーズン、何日だ？もうシーズンあと5日ぐらいしかないんですよね。5、6日ぐらいか、しかなくて、そう、トラゲもね、せな応援というのをいつも言ってるんですけども、これでね、ええ感じに7号到達からの、あと5日も8000出ますね。8300、8300ですね。8200。まあ、行きたいところでは、ありますねと、言ったところで、マッチングが、若干長めですが、そろそろするでしょう。あっちー。あっちーよー。きたー。さあ、これを勝って7号到達したいなと思います。よろしく。さあ、初手ジャイがないので、防衛からですね。ヒースピなので、ロイジャイかロイフグの2択ですね。ロケット式がケツから来るか、ベビーヒースピってなんだ？ベビーヒースピなんてデッキ俺知らねえんだけどな。マジでなんだ？ベビーヒースピってなんすか？誰か教えて。誰か教えて？なんだこれ。うわ、わかんねえ。なんだ？相手何も出してこないじゃん。ランバー。これっぽいな。一旦ケツゴレしますね。ちょっとアド取りましたし、一旦ケツゴレして逆サイスケーブで守れるし、ベビーランバーってもう、なるほどね。もうおこだよ、おこ。本当に。本当におこだよ。いや、マジで。なんで君が怒ってるかな。俺が怒りたい。さあ、これミニペン目したいですね。ミニペン目して、よいしょ。ゴレ溶かして攻め取るんで来ないことに乗りつつ、さあ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 、これ柳目打ちて、あ、オッケー、柳目打って、オッケーオッケー。いや、ちょっとやばい、これ、待って待って待って、やばい、竹がやばい、竹がやばい、痛い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 。なんで俺の方がだからダメージ受けるかな。どうして本当にこれ解いたい、マジで。これちょっとミニペつけちゃおう。ちょっと嫌でしょ。ランバーぐらい遅れてランバーだけど、いやー、いい、素晴らしい。からの、ここでスケルトン部隊まで行っちゃう。ここで結構ダメージ稼ぎたい。さあ、いや、めっちゃいい防衛するじゃん。一発？ちょっとやばいよー。ちょっとやばいが、ランバー走らせてくるぐらいかな。走らせてきますね。走らせてきて、ノックバック使って耐えて、オッケー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 。からの、これ、Jスケラしたらさ、相手終わりじゃね？これマジで。いきますよ、これ。あ、ライドラいんのか。ライドラいんのか。いや、まあ、どうでもいいよ、別に。ライドラいるのは別にどうでもいいけど、いや、回復ちょっとやべ。いや、めっちゃいいやな、雨。来たくね？さあ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 、殴れ。ドラゴン、いけ。いや、これはもうなんなら、あれですよ。次のジャイスケラで、ジャイスケラさえもいらないか、これは。さては気づいた。ジャイスケラなんていらない。柳雨雪玉の終わり。きたー !7 号到達。これはでかい。これはでかいね。マジで。しかも楽ね。ただ気分がね、素晴らしく良いことで。ございますと言ったところで、7500到達ですね。来ましたね。このスケラね、さすが勝率 81%。だって、強いですからね、本当に。全然言うことなかった。ゴレに勝てるっていうのはでかいですね。ポイズンだったりだとか、ファイボとか、もう言ったらこういうスペルとか施設もないのに、ゴレに戦えるっていうのは結構ね、でかいんじゃないかなと、思います。といったところで皆さんもね、このジャイスケラ100回使えば81回勝てるんで、ぜひ使ってみてくださいというわけで、よければチャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。